平野紫耀と横浜流れ星の生配信サプライズ出演、ファンの期待と推測。8月30日、ジャニーズ事務所所属のアイドル、平野紫耀が自身のインスタグラムで生配信を行い、その中で意外なサプライズがファンを驚かせました。なんと、平野の友人である俳優の横浜流れ星が別ラメンで突如登場し、ファンを大いに沸かせたのです。 平野の仕様は、この生配信の中で、みんなを喜ばせたい、という予告をして、別の場所にいる横浜流れ星との連絡を取り、配信をつなげました。すると、画面上で平野と横浜が同時に映し出され、楽しい雑談が繰り広げられました。これにより、ネット上では、まさか日本最強のイケメン二人が揃うなんて、顔面偏差値が高すぎて画面割れ、 そうといった歓喜の声が飛び返りあるタイムの視聴者数も50万人を突破するなど大きな盛り上がりが生まれました。この驚きの共演は2018年に公開された映画ハニーでの共演をきっかけに平野と横浜の友情が深まってきたことによるものでした。 平野紫仕様は同年代の友人が少ないと言われていますが、横浜流れ星とはプライベートでも交流を深め、食事に行くなど親しい仲です。この事実もファンにとっては嬉しい驚きでしょう。さらに、この生配信で横浜流れ星が明かしたライン事情にも多くの注目が集まっています。横浜流れ星は平野仕様に対して、 ごめんね、いつも連絡返すの遅くて、と謝罪しました。すると、横浜は、大丈夫、俺も LINE やめたから、普通に一旦やめてみた、と、トークアプリを削除したことを明かしました。しかし、具体的な理由については語られませんでした。この発言に対して、一部のファンの間では様々な推測が飛び交っています。 一部のファンは、ドラマの現場で共演者の LINE グループを作ろうと言われた時に、断り切れなかったのではないか、必要のない会話に巻き込まれそうだから LINE をやめたのか、共演女優から連絡先を聞かれることが多かったのか、アプローチが激しいのかもしれない、といった意見を持っています。特に、平野耀は過去に映画、かぐや様は小倉世帯。 で、共演した橋本館7度からの飲み会の誘いを立っていたことが明かされており、その経験から、他の共演者とのコミュニケーションに慎重な一面があることが知られています。そのため、横浜流れ星のトークアプリを削除した背後には、彼自身のコミュニケーションスタイルやプライバシーへの配慮がある可能性が考えられます。配信の終盤では、横浜流れ星から、 ご飯でも行こうよという誘いが出され、平野耀は大いに喜んで行こう、行こう、と応じました。この生配信から今後も二人のコラボ配信などが期待され、ファンの間で大きな盛り上がりが予想されています。結論、平野耀と横浜流れ星の生配信サプライズ出演はファンにとって嬉しい驚きとなりました。 二人の仲の良さや友情が、そのまま生配信にも現れ、視聴者たちを楽しませました。横浜流れ星の、ライン事情、についての発言に対するファンの推測も興味深く、彼らのプライバシーやコミュニケーションスタイルに対する理解が深まりました。今後も二人のコラボ配信が期待され、その活動にファンはますます注目していくでしょう。ファンは